先日も診察にいらしてましたよね。先生から覚悟してくださいって言われました。あの女の子特有のね。はいはいはい、わかるよわかるよ。さっきからこの人バカなんじゃないの。失礼だ。失礼はどっちよ。命は儚いものです。Produced by Production Garage. いつも診察にいらしてましたよね。あ、はい。よく見かけるんで。どこか悪いんですか？あ、すいません。僕は今日ちょっと微熱でって聞いてないですよね。僕なんか落ち着くんですよ、病院って。なんだろう、どこよりも一番安全な場所って感じしません？僕だけかな。なんか、わかります。ですよね、わかります。お互い常連ですもんね。あの、僕村山って言います。あ、私は山下さんですよね。あ、いつも看護婦さん名前呼ぶから。はい。ですよね。ああ、よくありますよ。看護婦さん、いつも一人しかいないんで。へえ、そうなんですか。あ、ちょっと待てば戻りますよ。今日忙しそうだから。病院ってそんなアバウトなんですか？まあ、小さい病院ですから。そっか。病院初めてなんですよ。はい。あ、そうだ。ここって、衛生検査やってます？やってるんじゃないですかね。俺コックやってるんですけど、最近うるさいんですよ、消毒消毒って。ああ、お前には菌がついてそうだから検査してこいって。人をバイキン扱いだよ、やめてほしいよ。バイキンで菌がついてそうだからってバイキン。でも大切ですよ。セキュリーサルモネラ病原性大腸菌 O157 は食中毒のもとですから、感染経路が人を介した二次感染なんてこともよくあるみたいですし。詳しいんだね。まあ、病院とかよく来るの？まあ、心配性なんで。そっか、俺さ、今まで一回も風邪ひいたことないからさ。風邪ひいたことないから。君は？あ、私ですか？そう。私は、
とお腹が。わかるわかる、はいはいはい、あれね、はいはい、わかる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 、女の子特有のね、はいはい、わかるよわかるよ。でもさ、そんなのさ、気合でなんとかなるからさ、気にしないことだよ、やっぱ気合でなんとかなるからさ、わかるよ、そりゃ。はい、ここ病院なんで。え、あ、うるさかった。あ、ごめん、病院だもんね。静かにしないと病院だもんね。ごめん。どうかしたの？いえ。どうなっちゃうの？私たち。大丈夫だよ。大丈夫。大丈夫じゃないよ。お父さんの反対を押し切って、やっと婚約できたのに。なんでこんな時。大丈夫だから。なんかの間違いだよ。間違いじゃなかったらどうするの？私たちはどうなるの？それは…大丈夫？はい。ちょっと取り乱してるだけなんで。どうかしたの？レントゲンに影があって、腫瘍じゃないかって。腫瘍？つまり癌じゃないかって。癌？まだ決まったわけじゃなくて、大きい病院に行って再検査が必要だって。いいですか？はい。大丈夫ですよ。スキルス以外は若年層には非常に少ない病気ですから。スキルスです。粘膜面に異常を起こさずに広がっていくので、検診を受けていてもレントゲンや内視鏡では発見が難しいんです。だからその可能性は低いと思います。だからレントゲンに映ったとしたら良性のポリープだと思いますよ。はい、なんだか安心しました。いや、先生って呼んでいい？伊達に病院通いしてませんよ。検査しないとわからないじゃないですか。先生から覚悟してくださいって言われました。安心なんてできないです。いい加減なこと言わないでください。ちょっと落ち着けよ。この方だって俺たちに気を使ってくれてんだから。落ち着いてなんかいられないわよ。ねえ、大丈夫だからさ、ね、なんていうか、その気合があればさ、なんとかなるからさ。気合でどうにかなったら病院なんていらないわよ。もうさっきからこの人バカなんじゃないの？失礼だね。失礼はどっちよ。何の根拠もないのに。どうせ他人事なんでしょ。いい加減にしろよ。何よ、私の気持ちなんてわからないでしょ。お父さんが決めた猿之助断って、あなたに決めた私の気持ち。わかってるよ。わかってないわよ。大丈夫。何ですか、あなた。大丈夫です。もし、がんだったとしても、大丈夫です。あなただって、どうせ他人事なんでしょ。私は、毎週1回、必ずここに通ってます。
なぜだか分かります？分かるはずないでしょ。私も分からないんです。どういうこと？10年前に嘔吐とめまいで倒れました。病院に行ったら原因がわからないと言われました。どこに行っても同じ答えでした。それ以来いつ何があるかわからないので、ずっと通院が必要だと言われています。10年。でも私は幸せです。こうやって人と話すことができて、美味しい食事もできるんだから。私は十分幸せです。時は幸せが何なのか分からなくなるんです。よく周りを見てみてください。命は儚いものです。虹のように儚いものです。自分たちを振り返るいい機会だったのかもしれないな。このまま結婚してたら薄っぺらな人生になってたかもしれない。皆さんすみません、ひどいこと言って自分を見失っていました。本当にすみません。いえいえ全然大丈夫だから、俺ら全然気にしてないからね。え、ない。あ、そうだ、みんなにパスタごちそうするよ。俺の店すぐそこだからさ。え、そこの炒め屋さんですか？そう、駅前の。あそこのカルバめっちゃ好きなんすよ。あれ、あ、俺のレシピだよあれ。マジっすか？見かけによらないな。よく言われる。じゃあ俺ら先行こうか。あ、でも診察は。いいいい、また今度来るからいいよ。さあ行くよ。はい、行こう行こう。じゃあ先待ってるね。今度二人でどっか行きませんか？はい。あ、家だったらいいんです。山下さん、空に虹がかかってたのね。あった。あれ消えた。ねえ、今あったよ。ねえ、今絶対あったから。
かねえ。Short Drama Channel, an actor's passion for acting. Japan's passionate video and movie distribution website, Channel Garage. Produced by Production Garage.